ランチ終わって久しぶりに久しぶりにね、会いましたね。会っていろいろ喋ってて、ね、お互い今年で40ですわ。なんかこう二人で始めちゃうみたいな、やりたいよね、なんかやりたいよねっつって言ってたら、ね、まあこうなっちゃいますよね。どうなっちゃいますか。ということで二人の YouTube チャンネル始めたいと思います。始めたいと思います。てかマジでさっき決まって、本当に今もう携帯で撮っててガタガタだから、ほらめっちゃ揺れるし、すみません本当。どういうチャンネルにしていこうか。やっぱ40に向けてもっとかっこいい大人になりたいじゃない。なんかいろいろこう挑戦したりとか、うん、何か自分たち作り上げるとか、うん、なんかものづくりをするとか、そういうチャンネルにしたいな。ちょっと待って、申し遅れました、あのモデルの久保田博之です。申し遅れました。アニメの学校の奥田もします。よろしくお願いいたします。2人は20代前半から本当に友達で、野球チームで一緒だったりとか、そうそう、あの草野球チームでね。でそこからまあいろいろ紆余曲折ありましてね、うんうん、でもちょこちょこ連絡は取ったんだよね。連絡は取ってた。本当つかず離れずのなんか関係だったような気がするね。そうでも久しぶりに会って、何かこう40代に向けてっていう、まあ、近況報告も含めていろいろ話をしてた中で、やりたいよねってとこから急遽ですよね、うん、急遽だよ。あのね、やっぱね、物事行動しないとね、何も生まれないと思うし、お互い多分悶々としてたんだよね。多分物足りないわけじゃないけど、アクセントが欲しいというか、あとは挑戦したいっていうことも、僕はこういう映像の仕事をしたことがないので、彼はすごく挑戦することが結構ね多いというか、話しててかっこいいなと思ったんで初めて言われた。本当にかきたてられましたね。いやでも嬉しい、同い年で切磋琢磨できるっていうのって一番いいじゃん。そうだね、うん、いるようでなかなかいないかもしれない。なかなかいない。同い年ってやっぱりすごく言葉がなくても共通する部分がめちゃめちゃあって ね、音楽聴いてても、でこの時さみたいな、あるあるがもうすげえあるあるなんだよね。あるあるがある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 があるある、そうあるあるが分かる。いや本当にだから同い年の友達いいね。いいよ、いいね。このチャンネルもね、全世代の方に楽しんでいただけるようなねチャンネルに、まあ、できたらいいなと思うし、まあ、何より僕らが楽しんでそれを見た視聴者の皆さんがなんかこうなんか楽しそうだねって思ってくれたら、そうだね、うん、まあ、本当に2人の Vlog じゃないけど、いや楽しみ、うん、ということで第一発目急遽撮った形になりますけど、そうね、すごいいいとこ見つけたでしょね。かっこいいね、大人のねチャンネルを目指すということね。うん、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあバーイ。 Yeah.